痛みを伴う改革だって。痛みを伴う改革、なるほど。その後に何が待ってましたって。痛みしかないじゃないですか。痛みを伴った改革であなたの生活楽になったんですかって。全く関係ない。痛みを伴って残ったのは痛みだけ。あなたが生きてていいのか、生きてて許されるのかってことを思っちゃうような社会を作ったのが政治なんですよ。それはおそらくこの国に生きる全員に責任がある。政治に参加をして、政治に参加をしなくて、声を上げて声を上げなくて、いろんな人たちいたと思うけれども、結果導かれた世の中は地獄みたいな社会だったってことですよ。この世が地獄、まさにその通り。でも政治によってこの世の地獄を終わらせることだってできる、私はそう思ってんです。やってみなきゃ分かんないじゃないかってことですよ。みんなでもう一回コントロールしませんかってことなんです。コントロールできるんですよ。コントロール力する力を一人一人が持ってる。政治を変えられるのは政治家じゃないんですよ、皆さんの力なんですよ。取り戻そう、日本を取り戻すってこのことですよ。